皆さん、こんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。There is transcript in Japanese and English on my website. 今日のテーマは、有給についてです、えー。今日は月曜日です。ですが、私は休みです。なぜなら、 有給休,休暇を取ったからです、えー、今日は休みだから三、えー、連休の最終日ですなぜ今日休みを取ったかというと今日なんとある予定がありますそれは、えー、初めて歌舞伎を見に行こうと思います 皆さん、歌舞伎というものを知っていますかえ歌舞伎とは日本の伝統芸能の一つです。お芝居、芝居なんですけれども、こう、日本の古く、かなり前から存在していたものになります。でそれを今日、 本当に生まれて初めて見に行く予定にしていますどんなものなのか全くわからないんですけれども楽しみですで歌舞伎で使われる言葉は普段私たちが使っている日本語ではありませんなのでもしかしたら理解できないかも 知れないんですけれどもそういうところも含めて楽しみです。こう平日に休みがあると嬉しくなります。他の人は仕事をしているけれども自分だけ休み。だからこうワクワクしてますで。歌舞伎だけじゃなくて 今日は天気がいいのでまあ散歩をしたりちょっとその歌舞伎の周りをショッピングしたりして久々の休みを楽しみたいなと思います。皆さんもたまには休みをとってゆっくりしてみてください。 それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。じゃあ、またねー。